ただマービアンガ人です。これちょっと見て、これ可愛らしいフレンチブルドッグちゃんたちがこれようけおる。この子たち一体全体何なのかというと、こっちを見てください。これオルカ姉ちゃん、ビアンカ人のお姉ちゃんのオルカちゃんが去年の8月31日に産んだ子犬ちゃんたち。そしてこれが最下位。どれがどれかというと、この子がオルカ姉ちゃん、これ子犬ちゃんたちのお母さん。それでこれがあんみつちゃん、それでニージくん、それでタマちゃん。なんと今日はこれなんちゅうの、父母会っていうの集まったんだって。ただしビアンカ人はここにはいません。そしてパパさんもお留守番でおりません。ゆかちゃんとオルカちゃんが行ってきたんだって。じゃあ今日はその模様をお送りします。じゃあ今日も張り切ってどうぞ。場所を移動して、こちらは実はタマちゃんのお家。これ今タマちゃん家のお家にみんなでお邪魔して遊ばして待っとるんだって。ほんで今これテレビに映っとるのがもうこのチャンネル。去年の8月31日に生まれたオルカ姉ちゃんの育児日記をテレビに映しております。ほんでそのテレビの自分の子育てを見ながら吠えたくっとるのが、これ実はビアンカ人のお姉ちゃんのオルカ姉ちゃん。これオルカちゃんはテレビに動物が映るとまあ吠えたくるっていう、もうそういう癖があるもんだから、まあ吠え、一生懸命吠えとる。ふふ、だけどあなたこれ一生懸命吠えとるか知らんけど、あなたこれ自分なんだでね、これ。オルカちゃんが一生懸命育児をしとるところ、なんでそんなに吠えるのか知らんけど、これ一生懸命吠えとるわ、これ。ここのテレビに映っとるこのちびっ子たちが、今手前で遊んでる子たち。まあ、すっかり大きくなって大人になっちゃって。まあ、そういう風だけども、オルカちゃん。まあ、我が子との再会を楽しむことなく、こんなテレビに吠えてばっかおっていかんよ。これ、まあ、こういうふ。オルカ姉ちゃんはこういうふだけども、みんなでこの日は楽しく遊べたんだって。兄弟と親子の再会をみんなで楽しめたのかな。ビアンカ人も本当は行きたかったんだけども。まあ、これ、お留守番してなさいってことで、まあ、こういうふうだわ。ほいで、これ、もうちょっとしたら、これ、テレビに映っとる、グラちゃん、YouTube のチャンネルも、もうすぐこれ、終わるんじゃないの？おしまいって出とる。じゃあ、こっちもおしまい。今日はここまで。